はいどうも、今回紹介するのはタミヤの FC です。しれっと限定なのかな、再生産みたいな感じで、ありまして、でツイキャスやってたらこれ再生産の再生産のあれ出ましたよって、嘘、注文書載ってないよって思っていろいろずっとタミヤからの注文書じーっとこうやって見てたらラジコンの方の下の方にちょろっとこう2列だけあって、これ見落とすんじゃないのとかって思ったりもしたんですが、というわけでこれ再生産になりましたので、取り寄せてみました。昔中学の時かな、高校の時だったかな、確かそれぐらいの頃に組んだきりですね。FC3C は前にね、積みプラ自慢で紹介させてもらって、あれも結局組んで売っちゃったんですけど、FC3S の方はそれ一回組んだきりかなと思います。このね、懐かしいパーツランナーでございます。タイヤは、ピレリの P5 かな。当時タイヤ何だったかな、ニュークリアパーツと。でね、このねボディね、当時ねよろしくメカドックでね、あれでもロータリーのナチさんって FC だっけ、ああ、もう全然覚えてないなぁ。その、メカドックが、夕方、テレビ放送でやってたりとかしてて、まあそういうこともあって、RX7 イコール、その頃は SA だとか FC だとかってこと全然わからなかったんで、まあ RX7 イコールロータリーのナチさんだ、みたいな感じで組んでましたけど、やりましたけど、今からしてみるとこんなんだったんだ。こんなんだったんだって、まあ FC の 3C とそんなに変わらない構成ではあるんですけど、当時ね、その頃は車のね、部品のこの構成とかも全然知らなくて、で、これでターボチャージャーのね、パーツはあるんですよ。これね。で、これをね、オプションかなんか読み始めてた頃だから、多分高校になってからじゃなかったかなと思うんですけど、なぜか知らないですけど、エキゾーストハウジングだけをね、こう、パテ持ってね、大きくしてね、ビッグタービンだーとか言ってましたけど、よくよく考えたら、こっちの、コンプレッサー側の方も、大きくしないとビッグタービンになんねえじゃんって、今からすれば思うんですけど、そういうことを思って、やってました。で、なぜか知らないですけどね、オルタをね、赤く塗ったりね、まあ、知らないからこそできるんだとは思うんですけど、そういう感じでありましたね。こう、このインタークーラーとね、そうですね。一応、保護シーがついてはいますね。だから、そう、思い出した。こういうふうにね、今回のロットはね、このタミヤのラッカー塗料の案内が入ってます。こういう感じでね。まあ、タミヤのラッカー塗料、今回、ちょっと前にね、初めてね、ライトガンメタル、を使ってみたんですけど、一応ガイアカラーのね、説明書がね、こうやってね、一応この辺も一緒なんですね。日本語版と海外のバージョンとこう2枚入ってるね。一応ガイアカラーの溶剤でも塗装ができるって聞いたので、じゃあガイアカラーの溶剤でってやってみましたけど、まだ1色しか使ってないんでね、他の色を使うとどんな感じになるんだろうなーってことは、まあ、おいおいね、その辺もちょっとやっててみたいかなと思います。当時ね、これね、まともに組めなかったんだよなー、でも、なんつったらいいかな、まあもちろんね、その頃なんで、中学だったかな、多分高校だったって、高校の頃かな、これも高校の頃だったら筆塗りしてたしな。なぜかね、ボディカラーをね、水色にしたんですよね。ボディカラーを水色にしたことはすごく覚えてるんですよ。なんで水色にしたかがわかんないんですけど。で、まあ、こういうね、しっかりした塗り分けなんか当時やらないですよ。やらないし、できなかったんで、今からしてみるとね、ああ、こんなだったんだ、っていうことを思いますけどね。だ結構ね、昔、組んだよって人もいるかなと思うんですけど、これもしばらくね、再生産されてなかったので、まあタミヤの FC、これで一応 FC が、まあ多分
通常ずっと生産されるってわけではないと思うんですけど、しばらくはね、入手しやすい状況になるかな、じゃないかなってこと思います。うちもね、ちょっとね、多めに取り寄せましたんで、まだしばらく余裕あるかな。余裕はあるって言い方はおかしいかな。まあ、またもし気になる方がいらしたらね、ご注文いただければなと思います。今回の再販の定価がですね、2300円となってますんで、そんなに言うほど、でも当時いくらだったかな ?1500 円?確か32の GTR が1300円だったのを覚えてるんですよ。1200円で、その前後じゃなかったかな、もうちょっと覚えてないですけどね。はい。まあ、これもすぐなくなっちゃう可能性もありますので、探してた方、お早めにどうぞ。ご視聴いただきありがとうございました。